ったんですけど、どうだった？あ、なんかみんながじっとこっちを見てくれているのが緊張だった、うん、戻ってても失敗できない。確かに緊張する。絶対覚えなきゃと思って、なんか集中できました。うん、それがね、なんか意外と好きじゃないんですよ。
あれ、ピーム一番進めていけないのね、みたいな話を言ってるんで、やっぱこう、何事も中からじゃないですか。やっぱ、なんかすごい大事さにしとかないと、なんかやっぱ楽しいって伝わらない。Oh!
新生電波組員君の一発目のワンマンライブなので、まあ、ザ・ディアステージっていうことと、ザ・電波組っていうのと、電波組員君の新しいところを見せるっていうライブのコンセプトになってるのかなって思っています。電波組の曲でメイン曲を作るみたいな、ソロのメイン曲ができてるんですね。あのリト君とかひなちゃんとかがあのメインで歌う歌唱が多いみたいな、初めてなんですよ大人数だからできることなのかなって思うんですけど、そういうあの新しい試みがあったりとか、あとはリサちゃんとアオニャンの2人で歌うところだったりとか、本当なんか劇を見てるというか、なんか本当ミュージカルみたいな感じで1個のショーになってる、系のライブになってるんじゃないかなって思います。やっぱりなんかこうみんなと一緒に過ごす時間がすごい長かったから、なんかその中で絆も深まったなと思うし、みんなで一緒に良いパフォーマンスをしていこうっていう気持ちをこう一つにして、そのライブが作り上げれたんじゃないかなっていう気持ちに今なってるので、あんまりね、どこにかミスをしないようにyou
楽しんでできたので、ちょっと苦手意識するような気がしました。